長旅お疲れ様でした。どうぞ足元に気をつけて。ここがステラードか。うん、コルセートとは違う香りがするね。おはよう、母さん。おはよう、シャリちゃん。今日は張り切ってるわね。そうかな。仕事が楽しくなってきたからかな。シャリちゃんなら今に豪邸だって建てられちゃうわ。お母さんもシャリちゃんのお仕事をもらってこなきゃ。それはいいよ、母さん。自分で取ってくるから。あら、そう？あ、ほら、ミルカにも言われたんだ。仕事は自分ができることを責任持って引き受けるべしって。さすがミルカちゃん、いいこと言うわね。でしょ？さすが自慢の幼馴染だよね。というわけで、行ってきます。行ってらっしゃい。仕事ありますか？あれ、新しい人ですか？派遣を依頼していた錬金術師ですよ。以前お話ししたでしょう。あ、凄腕だっていう。もうソウルさん、あまり大げさに言わないでください。コルセート支部から派遣されてきました。よろしくね。シャルロッテ・エルミナスと言います。みんなにはシャリーと呼ばれてて、その一人前の錬金術師を目指してます。それじゃあ私と同じだね。え、そうなんですか？私が今の仕事を始めたのは5年前だけど、錬金術ってすっごく奥が深くて、なかなか一人前になれないねって同僚とも話したりするの。エスカさんの場合はそそっかしいのもありますけどね。え？そんなことないですよ。ソウルさんは昔からエスカさんのことを知ってるんですか？私がコルセイト支部に勤務していた頃、エスカさんが新人としてやってきました。ソウルさんって最初はすごく怖い人だって思ったんだけど、実はすごく素敵な特技があってね。エスカさん、その話は。こんなに厳しそうなのにお菓子を作るのがすっごくうまいんだよ。ソウルの作るキラキラ絶品だ。俺たちみんな大好き。ホムホムにもこんなに懐かれてる。キラキラ好きなやつに悪いやつはいない。これが世界の真理だ。シャリーちゃん、ホムラちゃんとももう仲良しなんだね。同じ錬金術師同士、よろしくね。はい、よろしくお願いします。なんだか仕事ができる人って感じで話を遮って申し訳ないのですが、これが今度の仕事の依頼です。あ、ありがとうございます。調合のお仕事？この仕事の依頼主はシャリステラさんです。会ったことはありましたっけ？町に停泊している船の持ち主のお嬢さんです。シャリステラ、町で出会ったあの同じ名前。よろしいですか？あ、はい、お引き受けいたします。
さらソウルさんに聞いたりしたら、もうお仕事くれなくなっちゃうかもしれないし。よし、とにかく誰か知ってそうな人に片っ端から聞いてみよう。お仕事調合ルルルリラ、責任持って引き受けます。そうそう、そっちの草でいいわ。師匠、さっきのと今の草の見分けがつかないんですけど。気合よ。え？確かシャリーって呼ばれてたよね。あ、はい、シャリステラです。そうなんだ、私シャルロッテ。シャルロッテのシャリーさんなんですね。うん、そうだよ、シャリステラのシャリーちゃん。何よ、あんたたちって二人とも同じ呼び方なの？まあいいけど。ところで、一体何をしているんですか？錬金術の練習よ。錬金術ですか？あたしはウィルベル、この子の師匠みたいなものなの。ウィルベル師匠は凄腕の錬金術師なんだ。へえ、そうなんですか。ええ、まあね。あの、ごめんなさい、練習を邪魔しちゃって。ああいいわよ別に、そろそろ休憩にしようと思ってたし。やった、それじゃあ私の家に行きませんか？すぐ近くだし。いいの？もちろんですよ。シャリーちゃんも来ない？え、私も？でもいいからいいから。じゃあ、ウィルベル師匠、ここが私の家兼アトリエです。へえ、結構ちゃんとしたアトリエじゃない。お邪魔します。わあ、かわいいアトリエ。まだまだ全然本格的じゃないんだけどね。そんなこと、なんだかあったかい感じがします。言えてるかも。アトリエって持ち主の色が出るって言うしね。なんだか照れるな。今度私のアトリエにも遊びに来てくださいね。え、シャリーちゃんも錬金術師だったんだ。シャリーっていうの？シャリステラと言います。はじめまして。まあ、シャリーちゃんが二人なんだか娘が増えたみたいで嬉しいわ。それで、こちらのお嬢さんは？あたしのお師匠様のウィルベルさん。どうも、お邪魔してます。シャリーちゃんとウィルベルさんね。二人ともとってもしっかりしていそう。いやさ、うちの子はこんな風にお気楽な子ですが、ぜひ仲良くしてやってくださいね。はい、こちらこそ。そうそう、うちの子はね、小さい頃。母さん、もういいからあっち行ってて。あら、うん。それじゃ、お邪魔様。ごめんね、うちの親が。ううん、素敵なお母さん。うん、この子がどっかまともなのがわかる気がしたわ。なんですか師匠、そのどっかまともって。
何よ、褒めてるのに。え、この調合の仕方を教えてくれって？お願いします。師匠しか頼れる人がいなくて。ちょっと待って、確かレシピを見たことがあるわ。本当ですか？釜の用意をして待ってなさい。エスカ、久しぶりね。修行なのよ。そうなんですね。そういえばこっちではどんなことしてるんですか？私最近来たばかりなんですよ。ちょっと待って、積もる話は後よ。今は聞きたいことがあるの。え、聞きたいこと？そのレシピなんですね。ありがとうございます、ビルベル師匠。いいのよ、これくらい。なんでそんなに疲れてるんですか？よーし、作り方もわかったし、早速やってみよう。神様、しませんように。できた。やればできるじゃない。私早速ラウルさんに届けなきゃ。もう一人のシャリーちゃん喜んでくれるかな。最近の私いい感じだよね。やっぱり目標と基礎は大事ってことかな。うん、しつじつごけん、あたしはごきげん。依頼品ができたのか。なかなかやるじゃねえか。あたしだって本気になればこんなもんです。もうでかく出たな。じゃ次はもうちょいでかい仕事振ってやろうか。本当ですか？ああ、黄昏の海で生き倒れた奴らの弔いなんてどうだ。回収屋だけじゃ手が足りねえって言ってたからな。それはちょっと。なんだ、仕事を選んでるようじゃ一人前とは言えねえぞ。とにかく私の作ったやつ依頼主さんに渡してくださいね。ああ、それなんだけどな、悪いがお前が届けてくれねえか。と手が足りてねえのさ。なあソウル。まあそうとも言えますね。依頼主は町外れのでかい船にいるぜ。はあ、別にいいですけど。悪いな、頼むぜ。こんにちは。あ、シャルロッテさん。シャリーでいいよ。ああ、かえって紛らわしいかな。いいえ、じゃあ私もシャリーで。シャリーさんは今日はどうして？じゃーん、依頼品のお届けです。え、すごい、とってもしっかりと作ってある。こんな感じで大丈夫かな。すごいです、私には作れないかも。そんな大げさだよ。でも喜んでもらえてよかった。あ、目の前で喜んでもらえるって嬉しい。ひょっとしてラウルさんこのために。
実はこんな大掛かりな調合の仕事って初めてで、でもシャリーちゃんの依頼だって聞いて絶対成功させなきゃって。シャリーさん、ありがとうございます。これ船を直す材料なんだよね。あ、はい、そうなんです。シャリーちゃん、すごく遠くから来たんだよね。だからそんなにしっかりしてるのかな。そんなことないです。知らないことばかりで、なんとか役目を果たそうって精一杯で。シャリーさんは自分のやりたいことをしっかり見つけて頑張っていて、すごく輝いてる気がします。あはは、私やりたいことはまだ探し中なんだ。え、でも錬金術でこんなものまで作れるのに。他にできることがないから錬金術の練習してるだけなの。お金もないし大変だよ。そうだったんですね。シャリーちゃんこそ私と同じくらいなのに役目を果たすって。そういえば役目って。私の村、ルギオ村というんですけど、水枯れが起こってるんです。この町に来れば村の水枯れを防げると思って。それで。そうなんだ。やっぱりしっかりしてるよ、シャリーちゃんは。そんなことだって、それって村の代表としてここまで来たってことでしょ。私には無理だよそんなの。ステラードのことなら私も少しはわかるし、できる限り協力するから何でも言ってね。シャリーさん、はい、ありがとうございます。同じ呼ばれ方のせいかな。私、ステラードに来て初めて誰かとこんなに親しく話した気がします。そう言ってもらえると嬉しいな。はい、私たち一緒に頑張らない？一緒に？そう、一緒にやりたいこと、やらなきゃいけないことを頑張ってみようよ。一人より二人の方が励まし合えたりしていいかなって。私、今まで外に出たことがなかったから、人とどう接していいのかわからないことがあるんです。知らないことだらけで、でも軽はずみにこんな大役を引き受けちゃって。でもこんな私と一緒に頑張ってくれるなら、私嬉しいです。大げさだよシャリーちゃん。私たち友達なんだから、もっと気楽にしてよ。シャリーちゃん嬉しそう。照れくさいけど思い切って言ってみてよかったな。シャリちゃん、まだ起きてたの？あんまり根を詰めないようにね。あ、うん、もうすぐ寝るから。母さんも早く休んだ方がいいよ。母さんは平気よ。でもお母さん、最近ちょっと痩せたでしょ。私の仕事もいい感じになってきたんだから、もう少し休んだっていいからね。ありがとう、シャリーちゃん。それじゃあ、おやすみなさい。おやすみ。すごくいい気分だな。充実かな。こんな時間を感じるのって初めてかも。シャリーちゃんが喜んでくれたからかな。新しい友達ができたからかな。きっとそれもあるよね。
でも私でも誰かの役に立てる、それが分かったからきっと嬉しいんだ。こんにちは。あれ、ラウルさんだ。会長は今手が離せないところですので、こちらで。だから、わかんねえおっさんだな。そんなんじゃそれこそ中央に飲み込まれちまうぞ。では君の言う通りにすれば、ステラードの独立性を守れる保証はあるのかね。保証だのなんだの細かいことはどうだっていいんだよ。今は罠にでもすがらなきゃいけねえ時だろうが。私はそうは思わんね。そもそも調査というが、中央は何を調査しているのだ。だから黄昏の進行だって言ってんだろ、頑固親父。慈善事業でもあるまいに、そのような抽象的なもののために人材をはるばる派遣するなど信じられるかね。もういい、この石頭。いずれひどいことになってから泣きつく羽目になったって知らねえぞ。まったく、あの男は頭に血が上りやすくて困る。リアンさん、どうして中央とは仲良くしたくないんですか？この町は私の命だからだ。この町を昔からまとめてきたのは私の家系なのだよ。うん、そりゃそうですけど。すまない、つい大声を上げてしまった。私はな、シャリー、このステラードを大切に思っている。また守る義務があると考えている。黄昏の危機については言われるまでもなく承知しているが、中央の意図が分からぬまま軽はずみに手は結べ。それによってステラードの主権が、住民の暮らしが脅かされる可能性を常に考えねばならないからだ。そうだったんですか。それを普通に話せばラウルさんにも伝わるんじゃないですか。この私がいくら対話の機会を持ったとしても、さっきの通りなのだよ、あの若造は。会長、深呼吸をどうぞ。はあ、私としたことが、無様なところを見せた。すまんな。そこでな、まさかあんなところでお宝が出てくるとは思わなかったよ。私は一点突破主義かな。こないだは別格のが当たってね、いいねがついたわよ。ねえねえ、みんなで何の話してるの？ああ、採石地で採掘した遺物の話よ。採掘？何それ、面白そう。ああ、採取地でこうして土を掘ってな、異物が出てくることが結構あるんだよ。まあ、外れもあるけど、当たった時の喜びは格別よね。採掘ね。もしかして、錬金術の道具を見つけて一攫千金のチャンスかも。ただいま。ねえ、母さん。どうしたの、シャリーちゃん。実はさ、採掘の道具？ああ、それならちょびっと待っててね。はい、これ。うわ、なにこれ、ツルハシ？なんでこんなものがうちにあるの？
それはお父さんが愛用していたものでね。よくいろんなものを掘ってたのよ。なんだかかっこいいね。よいしょ。こんな感じ。お父さんにそっくりよ、シャリーちゃん。嬉しいような、ちょっと微妙なような複雑な気持ちなんだけど、母さん。今日のお茶とお菓子も美味しかったね。毎日こうやって暮らしたい。どうしたの？私の顔に何かついてる？丸い。え？シャル、太った。なっ！でも、確かに最近ちょっと食べ過ぎてたかも。だって、お菓子は美味しいし、ご飯も美味しいし。お腹いっぱいになったら眠くなっちゃうから、そのまま寝ちゃったりもしてたような。それは太るわ。ねえ、このまま太って太ってまん丸になっちゃったらどうしよう。それだけはダメ。決めた、私今日からダイエットする。じゃあ残っているお菓子いただきます。おお、それを受けるのか。受けるなら俺から軽く説明させてもらうぜ。今回依頼いただいたのは菓子の調達だ。お菓子作り？楽しそう。欲しいと言ってるのはストラパールだ。お前さんも食べたことあるだろ。うん、わかった。あのサクサクして甘いやつだよね。そうそう。うっかりソウルにその話をしたら、それ以来ずっと食べたい食べたいってうるさくてな。でもあまり見かけないよね、あれ。結構高級なお菓子なのかな。いや、安くはないが、そこまででもない。単に材料があまり手に入らないからってだけだな。もし作ったことがなくても、作り方自体は何かで知ることはできるだろう。できたらここに持ってきてくれ。うん、やってみる。どう？私痩せたんじゃないかな。まあいいんじゃない、いつものシャルってとこね。やった、ようやく元の体型に戻ったよ。毎朝のランニングと寝る前のストレッチ、そして厳しいおやつ制限、それらを乗り越え、とうとうダイエットに成功しました。おめでとう、私偉いぞ。私よかったわね。ところでお祝いにケーキ買ってきたんだけど、どうする？食べる。お菓子は食べたい、でも太りたくない。それには運動が一番だけど、そうすると筋肉がついて体重が増える。それなら食べても太らないお菓子を作ればいいんだ。それもすっごい美味しい上に一個で十分お腹いっぱいになっちゃうようなやつ。私ってば天才かも。よし、早速レシピを考えよう。